およそ19万ものアイテムを揃えるハンズマン草見店。店内には日常生活に役立つ商品が勢揃い。暮らしの悩みは全部ハンズマンで解決しちゃいましょう。暮らしの困った解決隊。さあ、こちらのコーナーでは暮らしの困ったなーやこんなのあったら便利だなといったものをハンズマンの厳選商品で解決してまいりたいと思います。まずはこちらコーヒーかな。はい、コーヒーをですね、まあ、もうご自宅で入れるようなあの商品各種ちょっとあの取り揃えております。コーヒーメーカーになるんですけれども、はい、一度でコーヒー5杯分まであの作れます。あと自動的にですね、あの最適なですね、あの温度、抽出温度とあと保温の温度を自動的にあの設定してくれる。そしてこのお隣が、はい、これ喫茶店で見たことがある。これあのサイフォン式という、こだわりのあるお店で使われてるっていうイメージがあるんで、はい、美味しいコーヒーできるんでしょうね。そうですね。これ素材はガラスなんですね。はい、はい、あのお取り寄せにはなるんですけれども、替えで一応販売することができます。安心。こちらのドリッパーは紙フィルターがいらない優れもの。実はですね、よく見てみると、はい、あの小さな穴が開いてまして、はい、あのコーヒーフィルターの代わりになってます。じゃあここにもコーヒー豆、引いたもの入れていいってことなんですか。そうです。これはですね、あの紙じゃないので、あのコーヒーから出る旨味のオイル成分もあのちゃんとコーヒーの方にあの抽出されます。こちらもですね、あの同じくあの中にもフィルターを必要とせずメッシュ の、うん、あの金属があの設置してありますので、このままコーヒー豆を入れていただいてお湯を注いでいただいたら出来上がります。このガリガリするやつはめちゃくちゃおしゃれなところにある。本当や。 なんて言うんでしたっけこれ。これミルですね。手動のミルと、あとこちらがあの電動のミルになります。こんなにいっぱいあるんだ、はい、ね、種類豊富ですね、うん、あこれやっぱ豆から引くと香りがいいでしょうね、はい、そうですね、はい、あの引いてる途中からももう香りが出てきますので、はい、あもう朝ね、うん、ガリ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 やっていっぱい焼け自分のために、はい、ふう豊かな暮らし。これもあのコーヒーミルなんですけれども、はい、ハンドルがですねもう固定されてるんですけれども、ほうほう、はい、これはですね一応もう取り外し式、簡単に脱着できます。またこれもスタイリッシュでかっこいいですよ、うん、これはですねあの、はい、ドリップポットと言いまして、はい、まあ、お湯を入れる商品なんですけれども、はいはい、このここがえらい細いですもんね。喫茶店のマスターがさ、はい、こうドリップするときにこう細く入れるやん、それができるやつってことですよね、はいはい、いいなあ。全部開くから洗いやすそう。あ、さすが、ね、上の方を見てみると見えますか、なんか時計。これはですね温度計ですね。赤いラインで、はあ、あの印がついております。だいたい90度前後が一応適温とされています。例えばお茶を入れたい時も使えますよね、はい、お茶に最適な温度ってあるから玉露とかね。ちなみにコーヒーフィルターはさまざまなアイテムを取り揃えており、このような円錐型のタイプも販売しています。またコーヒー豆や粉の保存におすすめのキャニスターも種類が豊富ですよ。続いてはダルトンから、おしゃれで大人気のアルミコンテナ。せーの、お全然軽い。おお、こいつの次のやついける。はい、行きます。中ぐらいのつづらね。はい。私ちっちゃいつづら。ああ、よいよいよい、全然行けますよ。ここにあのゴムパッキンがちょっとついております。ああ、はいはい。で、これで蓋をした時に、はい、あのまあ少々のあの水、雨だったら、はい、あの防水効果があります。あ、この紐もついてるからね、ガタンと後ろに倒れることもなく、はいはい、安全なようにできております。これ同じサイズのコンテナだと、はい、重ねてぴったりこう合うんですかね。はい、この四隅にですね、はい、出っ張りが出てるんですけれども、これがですね一応ストッパーというか、ここにこう綺麗に重なるようになってます。こちらはペットハウスとしても使える便利なスツール。なんかもう私ペットじゃないけどなんかちょっと入りたいもん。カイロさんがペット会さんは厳しいかもしれないんですけど、うん、中にその猫とか、はい、犬とか入ってくつろぐよってことですか、はい、そうですね。これはでまたここでほにゃほにゃってあしゃい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 と、わかわいい。これ中はですね、はい、一応こういったあのマットがございます、はい、ふわふわマットが、はい、
こっちはもうまた中もずっとここまであるから、あ、これちょっと待って、開けたらどうなると、中から見えると、うわー、なんかちょっと恥ずかしい見えちゃった見えた、お尻見えた、おお、あ、安定、もうしっかりしてる、ね、普通の椅子こうやって座ってると、ここからワン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 で出てくるわけ、中からシェイシェイ今度は重たいものを楽々移動できる平台車、楽ごろ。この上にですね、はい、まあ、ちょっといろんなものを乗せて移動が楽にできますよという商品ですね、うん、なるほど、だから楽ごろ。ちょっと裏の方を見てみます。おキャスターがついている、キャスターが、はい、ついております。おこのストッパーがあることによって、うん、要はある程度はこうしっかりその場にとどまります。こちらは狭いスペースを活用できる平台車、隙間忍者。これも裏を見るとキャスターがついてるんですね、はい、はい、ついております。おお、結構しっかりしたキャスターだから、本当ですね。これもこのスペース、うん、なーも使えん、そうそう、なーも使えん、そこあるっちゃばってん、ね、なんも入れられん、そこをこの隙間忍者で、はい、忍者で、忍と、あと奥行きが、はい、例えばですね、深いこう奥行きだった場合に、うん、もう一つこう連結をさせることができる、これでこれ隙間忍者同士が、はい、あ、ここにちゃんとフックがあるので、はい、それをキュッとかけて、こちらも同じアイテムを連結して使えるスマートフロア。あ、これもなるほど、まあまあ、クローゼットの下にこれ置いて、はい、上に、まあ、棚、小さな棚置いたりとか、はい、これは忍者じゃないんだよ、ね、何ですか何ですか、はい、空間の魔術師すごいなこちらもですね、はい、連結ができます。あ、これ縦にも、はい、横にも、 だからこうもつなげられるし、はい、こうもつなげられます。へー、はい、このですね、先ほどの隙間忍者、はい、この商品とも連結ができます。あ、そうなんですね、はい、あ、だから空間の魔術なるほどなるほど、もうえいえいでしたら、うわーってなるよ、多分やばいやばい、もうザ昭和がすごい、えいもうちょっとなんかあるでしょ。続いてはバーベキューにおすすめこだわりの炭をご紹介。まずこちら王様の炭、小賀備長炭という炭なんですけど、火がつきやすくできてます、うん、なおかつ通常の炭に比べて約3倍の日持ち、すごい、ね、形がやっぱりこう成形されてるんだ、はい、わあでも綺麗ですね、うん、あとなんかこうギュッと圧縮されてるからか、うん、キメが細かいような気がする、うんうん、これも持ち手がついてることで、はい、移動も楽ですし、手も汚れなく、はい、なります。こちらは最高の品質、天然の備長炭。強い火力で火持ちが長く、煙も灰も少ないって書いてあります、はい、これはですね、はい、こっち先ほど紹介したの小型炭ではなくて、はい、本当の備長炭です。あ、いいですね、はい、音も、はい、この音せんよね、確かに高級ないい炭の音ですよ、はい、こちらの備長炭の方はですね、最初の火のつきがですね、はい、あんまり良くないんです。こういう商品もございます。これは何ですか、はい、着火剤、はい、燃え炭燃という商品です、ね、燃え炭燃燃焼時間がおよそ90分ということで、しっかりゆっくり火をつけてくれるタイプの着火剤っていうことですね、はいはい、続いては今までありそうでなかったおしゃれなデザイン室内干し。ウッド調のこのバーだったり、全体的にモノトーンの黒を使ったりとか、うん、室内のデザインに合わせて選んでいただける商品になってます。まあインテリアの邪魔しないですよ ね、はい、でも物干しっていうからにはもうちょっとこれ大きくなるんですよね。はい、あ、これだけあると長いコートとか、はい、ワンピースも押せますね、うん、はい、シーツもいける、すごい。しかも下にキャスターがついてるから、はい、部屋の中も楽々移動、本当軽い、することができる、軽い軽い、ねえ、いいじゃないですか。おお、いい。また違う形のデザイン室内干しもあり、4月には入荷する予定です。さあ続いては何ですか、はい、これ、はい、続いての商品はですね、はい、室内物干しワイヤーという商品です。ここをですねちょっと引っ張るとですね、こうワイヤーがずっと伸びてきます。あ、
ホテルの浴室にあるやつだ。ここに洗濯が干せるよ。でも洗濯干すとビヨンってなるじゃないですか。はい、でここにですね、はい、ボタンがあるんですけど、これをちょっとこっちに回していただくとロックしますので、そしたら大丈夫？はい、固定されます。ちなみにワイヤーはゆっくり戻る安全タイプとなっています。いや、今やっぱ花粉もそうですし、PM2.5 とか黄砂とかいろいろありますから、うん、はい、室内干しの需要高いと思いますよね。うん、さらに車の中でパソコンや飲食ができる便利な車内用テーブルが登場。また普段使いにおすすめのホームコンテナは新色が登場していますよ。さあ、今日もいろいろ商品紹介しましたけど、どうでした？はい、まあでもやっぱこの季節ならではの新生活にぴったりのものもたくさんありましたよね。ということで、暮らしの困った解決隊、次回もお楽しみに。